無能園長が職務怠慢で不在園児を探さずに3歳の女の子が幼稚園バスで残酷にも虫焼きになりました。3歳の女の子が幼稚園の送迎バスの中で倒れているのが見つかり、その後亡くなりました。亡くなったのは静岡県牧之原市に住む3歳の女の子です。 バスには園長と派遣職員の女性も同乗していました。報道によると、女の子は9月5日午後2時10分頃、牧野原市の市立川崎幼稚園のバスの中で見つかりました。園児の帰りの出発の準備をしていたところ、バスの中にいたとのことです。この女の子は川崎幼稚園に 通う園児で発見された時は意識不明の状態だったということです。牧野原市の5日の最高気温は29.5度でした。女の子は緊急搬送されましたが、午後3時34分、搬送先の病院で亡くなっていることが確認されました。亡くなった原因は熱中症とみられています。報道によると、 9月5日8時50分にバスが到着し、園児を降ろした後、屋外の駐車場に止めていたところ、女の子はバスの中に取り残されたと見られているということです。同様の事案は2021年7月にも起きていました。福岡県中間市で、保育園に通う男の子が朝、 通園のバスに取り残され、夕方まで発見されず、その後亡くなりました。今回の事故と同様に亡くなった原因は、熱中症とみられています。女の子が幼稚園のバスの中に残っていたかどうかの確認について、園長は無能にも取り残された人がいないか確認しておらず、他に同情していた女性スタッフが確認していたかどうかもわからないと、 無責任な話をしています。この送迎バスは幼稚園に今朝8時50分に到着ししていました。通常ならこの段階で園児全員を降ろすはずでした。2021年夏福岡県の保育園で5歳の園児が送迎バスに取り残されて亡くなった事件でもバスから園児を降ろす際に確認を怠っていたことが分かっています。 警察は業務上過失致死の疑いを視野に捜査をする方針とのことです。今回の無能延長は数も数えられないのか、園児全員の確認を怠っており、無垢な園児が残酷にも虫焼きになってしまいました。このような職務怠慢では、園児が事故や事件にあったとしても気づかないと思います。子供を守るためにも、 全国の幼稚園からこのような無能延長は排除すべきです。幼稚園の在り方に不安がある方は高評価とチャンネル登録していただければ助かります。ご視聴ありがとうございました。